大学で日本文学を講じる知人が、今年の画帖に谷川俊太郎さんを引いていた。目をつぶっていると神様が見えた。薄目を開いたら神様は見えなくなった。70年ほど前に書かれた宿題という短詩である。先の二連を受けて作品はこう結ばれる。はっきりと目を開いて、神様は見えるか見えないか、それが宿題。引用の後で知人はこう記していた。戦争や社会不安、政治不信に覆われる今の時代、神様が見えなくとも信じるものを持ち続けられるかが問われていると。宿題は谷川さんの第一詩集、20億光年の孤独に入っている。20歳そこそこの早熟な青年は、この詩集で自己や人類を宇宙のような広大無辺の存在と対比させる形で追求した。とはいえ、死の神様という言葉に人知を超えた摂理を託していたわけではないだろう。今ならば、神様は世界の行動原理とも社会の秩序とも読み替えることができそうだ。たとえ目をつぶっていても秩序を体感できた時代はすでに過ぎた。一人一人がしっかり目を凝らし、失われたように見える道理を取り戻す。それが今年の宿題。死はこう告げているようだ。